体操の門井が登っていく。門井が登る、この最後の難関の消防壁、見事にクリア。最速タイム、見事な最速タイム、佐久間登った、登り切って幅を取った。この2人がファーストステージをクリアしました。クリアした門井も佐久間も一瞬ヒヤリとした釣り天棒、しかし冷静に立て直し、門井は驚異的な最速タイムをマークした。マラソンのやつでロープ滑って本当ヒヤッとしたんですけど、ちょっと良かったです、ゴールできて。まずはシドニーオリンピック新体操日本代表、稲田彩子だ。現在マッスルミュージカルで活躍する稲田、抜群のスピードと安定感はさすが新体操出身、オリンピック選手の貫禄を見せつけた。そして今見事に稲田がフィニッシュしました。プロウェイクボーダー浅井美久、アクロバティックなウェイクボードでアジア4連覇中。水上クイーンのバランス能力はやはり一級品。あっという間に第一ステージを突破した。さらに女優中町明子、ミス東京医科大宮崎のり子、ガソリンスタンド勤務岡本さやかがクリア。確実にこう一歩一歩前に進んでる子が取ってるかなっていう感じなんで、はい、慌てず行こうと思います。そしていよいよ注目の戦い、お笑い芸人が最強オリンピック選手に挑む。受けて立つ氷上の女王、ちょっとねいい勝負ができればいいかなと思います。牙城を崩せるか、女王様芸人。実はアスリート系芸人で有名なんですよ。いつくのいちが来るんだろう、くのいちが来るんだろうと思って待ってたんですよ。来たーと思って。なんと日本代表として潜水の世界選手権に出場したスポーツ万能の女王様芸人。念願だったくのいち出場の大チャンス、西岡マジで頂点を狙っている。難攻不落のこのファーストステージで旗を取るのは果たしてどの顔となるのか。さあこの組がやってきた。一斉に4人が姿を現しました。まずはトリノオリンピックショートトラック日本代表、勅使川原郁恵。トリノ代表勅使川原やってきた。そして横浜からやってきたフラダンス講師浅野真由美。テニス歴わずか1年という歌手ミッキー。実力は未知数だ。そして注目の女王様がやってきた、西岡澄子です。さあ果たしてこの4人何人が生き残るのか。おお、西岡澄子いいぞ、西岡いい、飛び出した。おっと西岡ちょっと突っ込みすぎた。歌手ミッキーが先頭だ、ミッキーが先頭。西岡澄子意外に慎重、かなり慎重に橋を渡っていった西岡。さらにはフラダンスの講師浅野、そしてミッキー先頭です。ミッキーさらにおっとトリノの勅使川原どうだ、ミッキー足を伸ばす、ミッキー今クリアしました、ミッキーがクリアした。西岡ちょっとまだ立ちを寄せる、ここで西岡が渡りました。歌手ミッキー西岡がワンツー体制、このままではオリンピック選手勅使川原危うし。ミッキーが先頭、そのミッキーを西岡澄子が追っている。そしてショートトラックの勅使川原、3人が並んだ、3人が並んだ。勅使川原登る、ミッキー登る、西岡も登る、3人一斉に並んだ。勅使川原登る、ミッキー登る、西岡も登る、3人一斉に並んだ。さあそしてブランチョーだ、ブランチョー、ブランチョー一人脱落、フラダンス浅野がここで脱落。さあまず飛んでいったのは西岡、なんと背中で着地、ミッキー脱落。そして勅使川原、勅使川原もクリア、西岡澄子見事にブランチをクリアした。そして西岡澄子が登っていく、西岡が登る、西岡が登る、さらに勅使川原が登る。西岡澄子ボンテージルックではなく今日はスポーティーな
スタイルでなんと見事に西岡澄子が乗り切った。西岡澄子やりました。さらにトリノオリンピックショートトラック日本代表勅使河原、勅使河原もクリアした。西岡澄子と勅使河原、なんという顔合わせか。西岡澄子と勅使河原、縁もゆかりもない2人ですが、しかしくノ一のファーストステージを共にクリアして、この笑顔。勢いよく飛び出した西岡澄子、完全な死に体でなければ手足の着水は許されるブランチョ、ギリギリのところで踏みとどまり、オリンピック選手勅使河原をリード。体力勝負、5メートルの消耗壁も危なげなし。潜水競技で培ったスタミナは本物。西岡澄子、夢の第二ステージ進出。西岡さん、やったよ、やったやった、国民の皆様、帰ってまいりました。第一ステージクリアはここまで17人。並みいるアスリートの中に女優が2人、さらにお笑いが加わった。スピードとそしてパワーとバランス感覚、いずれも兼ね揃えていないとこのくノ一のファーストステージをクリアできません。さあ次の組登場いたしました。この4人のチャレンジャーです。まずはアルティメット世界選手権の金メダリスト、森幸、千葉県からやってきたアルティメット世界チャンピオン、そしてアームレスラー全日本選手権優勝者、朝日陽子36歳。この太い二の腕。さあそして中国雑技団、トータンタン3回転。そしてアメリカからやってきたプレイボーイモデル、サラジーン・アンダーウッド。第48代プレイメイトオブザイヤーはスポーツ万能ビジョン。来日するや第6回大会ファイナリストの田中真帆とトレーニングへ。果たしてそのポテンシャルは。サラジーン。さあ4人がスタート地点並んだ。スタートしました。まずは中国雑技団のトータンタン会長、さらにはアームレスラー朝日陽子、そしてアルティメットの世界チャンピオン森幸、いずれもいい調子だ。プレーボーイのサラジーン、プレーメイトのサラジーン、異彩を放っております。このサラジーンが、おっとサラジーン先頭、タンタンを取った。タンタン脱落。まさかタンタンどうしたんだ。そしてアルティメットの森が追ってきた。プレーボーイのモデル、ブランチョーです。ブランチョー、サラジーン、プレイメイト、プレイメイト、着地成功した。プレイメイトサラジーン、アルティメット森脱落、残念森。そしてプレイメイトサラジーン、男の視線を釘付けに、プレイメイトサラジーンノット。そしてアームレスラー朝日も脱落。プレイメイトサラジーン登ってきました。ブランチョーでわずかに飛びすぎたと見るや、綱から手を離さないことで微調整。恐るべきリカバリー能力を発揮したサラジーン。サスケに続きくノ一にもアメリカの星出現。 It was hard. I thought for sure I was never gonna make it past that swing, but somehow I did. ボディービルダー、新体操、そしてサスケ最強消防士の同僚がデッドヒート。林が先頭でこのクリアしました。鉄条もブランチョーに向かっていく。消防士の大島も来た。さあ3人が並んだ。3人並んでブランチョー、まずは川原着地、クリアしました。そしてボディービルダー、どうだ、これも着地した。さらに消防士大島も着地した。3人の争い、ボディービルダーか消防士か、それとも新体操か。新体操先頭、川原先頭、ボディービルダー林、さすがのパワーだ。林
橋も登ってきた。そして消防士も登ってきた。3人のうち2人だ。まずは川原、そして林。大島は無念、大島は無念。惜したいね。何やすごさすぎだよ。そしていよいよ今大会最大の大物が、オリンピック3大会連続金メダリスト登場。Știu că lumea se așteaptă la mine, la o performanță, dar aici este ceva nou și eu îmi voi da toată silința. 迎え撃つのはこの男の妻。なおさん、気合は入れない。気合入れたら緊張するからな。史上2人目の完全制覇者にして、現在もサスケの頂点に君臨する長野誠。その妻麻美がくの一へ。しかも実は4ヶ月前に出産したばかり。夫婦二人三脚でくの一制覇を目指す。ちゃんと俺がコツをコツを一つずつ言ってやるから、お願いします。レディー。注目は何といっても長野誠の奥さんでしょう。長野麻美初出場。さあ長野の奥さんだ。注目は何といっても長野誠の奥さんでしょう。長野麻美初出場。さあ長野の奥さんだ。土偶ちょっと遅れた。土偶遅れました。そしてビオリカ・スサヌ、ルーマニア。落ち着け落ち着け。おっと危ない、危ない。チアリーダー吉田、チアリーダー吉田、なんとか耐えている、なんとか耐えている。足出せ足出せ、足出さんか。長野も今クリアするか。ビオリカ・スサヌ、ボートビオリカ・スサヌはどうだ。着地、ビオリカ・スサヌ脱落。さらに吉田も足を吸ってしまった。吉田転落。吉田、吉田、吉田よ。残るは長野の妻、長野麻美だ。さあ長野の妻ブランチョ、完全制覇者長野の妻、降りられない、降りられない。長野の妻だ。残り時間があと10秒だ。残り10秒、土偶脱落。ここで土偶も落ちた。長野の妻は残り3秒、2秒、1秒。ここでタイムアップ。長野の妻ここまで来ましたが、タイムアップでした。ここまで。しかし4人全滅のため敗者復活へ、完全制覇へ、ママの挑戦はまだ終わっていない。トップアスリートが一堂に集まった今大会、確実にエリアを攻略していったものの、難関ブランチョで無念のリタイアとなった。格闘技からは女子高生チャンプ、今年シュートボクシングガールズエースカップで優勝したレーナ。だが期待の18歳も魔物の餌食に。さらに元サッカーなでしこジャパン日本代表の守護神小野寺、空手家小林美希もブランチョで沈没。四児の母中坊麻美。小沢さんのギャルママ中坊は途中までトップ独走。しかしブランチョ手前の壁に大苦戦。ギャルママどうか、なんとか。子供たちの声援に応えることができなかった。そしてこの少女を覚えているだろうか。中学時代第3ステージ進出の最年少記録